皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。お笑いコンビ、サバンナ、の高橋茂雄、47、が、1日放送の ABC テレビ、これ余談なんですけど、水曜51、17、にゲスト出演。自身の別荘に将棋の渡辺明楽団ら騎士を招いた際の出来事を語った。大のサウナ好きで別荘にもサウナを設置している高橋は、 結構いろんな方が来てくださってます。こないだ室ロさんも来てくださって、と各界の著名人を招き、サウナを楽しんでもらっていると明かした。そして、一回、将棋の騎士の皆さんに来ていただいて、渡辺明九段、戸辺聖先生とか4人ぐらい来てくれたんですよ、とプロ騎士を招待。みんなでサウナ入って、チェアーで整ってるんですよ、とサウナで汗をかいた後、 椅子に座りながら外気浴で整うというお馴染みの光景を繰り広げていたそうで、騎士の人も整うときは将棋のこと考えへんねんなって思ってた、と整うときは、な、になるんだと思っていたという。ところが、その日、戸部先生の弟子がデビューして、さっきまで寄付中継で60手目まで見てたから、高橋さん、すみません。そこから符号を読んでもらえますかって、と頼まれた。 そこで、高橋はスマートフォンで60手目まで確認し、そっから、二王歩三五銀、とか言ってった、と騎士の人たちに伝えたところ、みんな、ああ、そっち行っちゃダメだよ、ああ、敗着、敗着、って。全員このまま将棋するねんやって、と椅子に座って外気浴をしながら盤面を思い浮かべていたと明かし、いやいや、それ、整わへんやろ。 と思わずツッコミを入れそうになったと笑った。どこで思いますか次の動画のコメント欄をチェックしてください。